どうもアガポニです。今回はバッテリーの拡張方法についてです。関連してゾナニウム、ゾナウエネルギー、ゾナウエネルギーの結晶といった名前が似ているアイテムがありますが、この点も分かりにくいと思うので、違いや入手方法を踏まえた上で解説していこうと思います。それでは早速いきましょう。最初にゾナニウムですが、これは他2つのアイテムの原料となる素材になってます。入手方法は主にこういった鉱床を叩いて破壊することで手に入れることができるアイテムですね。地上よりも地底エリアの方が鉱床は多いので、集める場合は地底がおすすめになってます。特に採掘場といったような場所に行くとまとまって手に入れることができますね。地底に関する詳しい内容は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。で、ゾナニウムにはサイズが2種類ありまして、通常のゾナニウムと大きなゾナニウムというものがあります。大きい方のが希少になっているんですが、どっちもね、あくまで原料素材なので、今回の3つのアイテムの中では一番簡単に集めることができるものになってますね。で、このゾナニウムを精錬することでエネルギーと結晶、この2つのアイテムを作ることができるというものになってます。精錬に関しては各地にいる精錬ゴーレムがやってくれているので、エネルギーと結晶が必要となった場合は精錬ゴーレムの場所まで行って、原料のゾナニウムを必要な数渡すことで交換してもらうことができます。なのでゾナニウムの使い道としては、エネルギーと結晶、この2つを手に入れるための交換素材という役割になりますね。補足として、大きなゾナニウムにおいては精錬後も大きなものができるので、結果として大きなゾナウエネルギー、ゾナウエネルギーの大結晶というワンランク上のアイテムになります。それと一応武器や盾にスクラビルドすることもできるんですが、そこまで大幅な強化が見込めるわけではないので、普通に交換素材として使った方がいいかと思いますね。次にこの光った状態のものですが、これはゾナウエネルギーになってます。入手方法としては精錬ゴーレムからの交換の他に、敵の兵隊ゴーレムを倒したり、こういった動かないゴーレムを調べたりすると手に入ることがあります。祠をクリアした時の報酬とかでもらえる場合もありますね。で、このエネルギーの使い道としては2つありまして、1つはゾナウギア製造機、これを動かすためのアイテムになってます。ゾナウギア製造機は扇風機とか翼とか、そういったツールとなるパーツ、これらがカプセルに入っている携帯版を手に入れることができる、いわゆるガチャになってますね。ちなみに製造機を利用するときはエネルギーをまとめて入れた方がその分数が増えてお得になってます。ゾナウギア製造機自体に関する詳しい内容は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。で、2つ目の使い道ですが、バッテリー残量を回復できるといったものですね。ゾナウギアには扇風機のように動いている間バッテリーが消耗していくものがあります。状況によっては途中で止まってしまうと困る場合もあるわけですが、そういった時にこのエネルギーを使ってあげるとバッテリーを回復させることができまして、稼働時間を引き延ばすことができるというわけですね。ちなみに大きなゾナウエネルギーの方でバッテリーを回復した場合、一定時間の間バッテリーが減少しなくなるという効果があったりもします。なのでこの点を押さえておくと、状況によってできることの幅を広げられるかと思いますね。最後にこの三角形のものがゾナウエネルギーの結晶になります。結晶にもサイズがありまして、通常の1つ上のサイズが大結晶、さらに上のサイズとして特大結晶があります。ただ結晶のサイズは用途による違いはなくて、あくまでまとまって手に入る数の違いだけになってます。通常サイズを手に入れると1個増えまして、大結晶を手に入れた場合は20個増えます。特大結晶を手に入れた時は100個増えるといった感じですね。で、入手方法ですが、精錬ゴーレムとの交換の他に、地底にいるボス関連の敵を倒した時のクリア報酬なんかで手に入れることができるものになってます。一つ例を挙げておくと、エピソードチャレンジのイーガダン総長黄河様の陰謀ですね。このチャレンジでは合計4回のバトルがあるんですが、バトル1回ごとにクリア報酬として特大結晶が手に入るので、全てクリアすれば結晶400個分を手に入れることができるというわけですね。甲賀様の攻略は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。とはいえ、単純に交渉を破壊したりとか雑魚敵を倒したりといった行動では手に入らないので、この結晶が3つの中では一番手に入れにくいものになってますね。なのでがっつり集めたい場合は地底関連のボスを倒しに行くようにするといいかと思います。とはいえ、地底はある程度マップを開放するまでは場所の把握とか移動自体に時間がかかってしまうという問題があります。ただその場合でもね、交渉がたくさんある場所なので、マップの開放をしながら交渉を巡っていくようにすれば、結晶の交換素材となるゾナニウムをね、並行して集めていくことができるので、効率的なプレイができるかと思います。で、この結晶の使い道ですが、これがバッテリーを拡張するときに必要となるアイテムになります。バッテリーの拡張方法は、各地にあるバッテリー製造機がある場所まで移動しまして、近くにいる羊ゴーレムに話しかけることでできます。代表的な場所としてはナチョヤハの祠の近くになりますね。で、バッテリーを1メモリ拡張するのに必要となる結晶の数は100個となってます。1メモリで100個なので、最初はね、なかなかハードルが高いと感じますが、序盤から中盤くらいまではバッテリー1個でも十分ですし、プレイしていくうちに徐々に溜まっていくと思うので、コツコツ貯めていってもらえればと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。